じゃあとっておきの作戦を伝授してやるか。え、そんなのあるんですか。はい、先生を間違えてお母さんって呼んでしまって恥かくことあるだろう。それを応用してだな、先生を間違えてウルトラの母って呼ぶんだよ。もういいです。いや、最後まで聞けよ。ときめきましたか。出ました、謎かけです。ときめいてませんと答えてみました。ショックです。こちらもショックです。お姉ちゃん、一瞬だけど直線的で避けるのはたやすい。体をひねる、ざっと彼女が通り過ぎた後、肩に熱さを覚えていた。それはみるみる広がっていく。血が流れているんだ。彼女は月明かりで手に持つ刃を鈍く光らせてみせた。